リユニオン。ポーズかっこよくない？この前俺坂口健太郎が同じポーズしてんの見たぞ、雑誌で。はい、ということで今回ですね、リユニオンというジェフ・ザ・キラーっていう海外のめちゃくちゃね有名な都市伝説のキャラクターのホラーゲーム実況していこうかなと思います。はい、なんかね結構男前な感じのイメージですが、だからこういうポーズしてんのかな。一部のファンにはさ、キャージェフ様って言われてますよね。はい、ということで今回ね、その非公式のファンゲームなのかな、はい、こちらやっていこうかなと思います。では行きましょう、ゲームスタート。はい、ジェフ・ザ・キラーね、僕も何回かね、このチャンネルで、ジェフ・ザ・キラーのホラーゲームをプレイしたんですが、彼については詳しくわかりません。淡々と言ってしまいましたが、そう。あ、誰の手？今のジェフ・ザ・キラー？はい。なんかジェフ・ザ・キラーの、あれなんか続編みたいな感じでこれ制作されたゲームらしいんですが、3年後のお話なのかな。さあやってまいりましょうか。はい、なるほど、兄弟を見つけるホラーゲームなのかな。あ、始まりましたね。はい、雨がしんしんと降ってますが、全然しんしんじゃねえなこれ。土砂降りだった。言葉完全間違えてんじゃん。そういうのすんごい星切れなんだここは。ホラーゲームあるあるですね。そう、なぜか星がめちゃくちゃ綺麗っていう。快晴なのにこれ大雨だな。謎ですね。はい、あそこに小屋があるよ。ジェフのお家みたいな。はい、電柱持って。さあ、行きましょうか。こう走ったり、あ、できるね。走るのはできるけど、おお、真っ暗闇で進んでた。完全に最初は F ボタンでフラッシュライトっていうのをね、忘れてましたね。はい。では行きましょう。ここ？ここ入り口かな。ライトあるよ。はい。開かない。そりゃそうだろ。人ん家だもんな。多分裏口から行くんだろうね。ジェフのお家かこれ。なかなか大自然の中にありますけどね。ブレーカー剥き出し？大丈夫これ。感電しないかな。はい。なるほど。先にこの中に入るのが、あ、ここか。お先に入ってからまた行くのかもね。はい、さあどうすんだ。ロッカーがある。これ隠れる要素かな。違うわ、エレベーターが動かない。これで行くのかな。つけろよ。もう一層のことも最初につけちゃった方が早いでしょ。あ、いけない。なんだ、てっきり俺つけに行くのかと思った。そう、非効率やと思いきや僕がアホでしたね。申し訳ない。はい。あ、これっぽいよ。エレベーターキー。来ましたよ。これ違うんだ。はい。今、エレベーターだったよね。なんか早く取っちゃったから、英文逃しましたが。エレベーターキーなんじゃない？じゃあちょっとこのお鍵を、ここに。これで、行けるようになるのかな？あ、てか内側からこれ。あ、来た。開けましたね。これで、おお、雰囲気ええやないの。ほら、ワクワクすった。で、あ、やっぱり。もう最初やりたかった。まあでも、家の中に誰かいるかもしんないからね。そう、急に稼働したら驚かしちゃうからっていう配慮かな。そりゃそうだろ。常識的にね、人んちのブレーカー勝手にアクティブってやったらおかしいもんな。はい。僕がアホでした。さあ、来ましょう。これでエレベーター稼働すんじゃない？聞いた。はい、引く。エレベーター。これ大丈夫かな？主人公エレベーターここから降りるときにはものが頭ずるむけないかな？はい。あ、何？エレベーターの音おかしい。あ、待って！ちょっとこれ、ジェフの仕業かな？エレベーターのロープ切られたのかね？ジェットコースター気分を味わわせてくれたじゃん。ジェフ、ありがとう。あ、目覚めましたね。大丈夫？結構高いところが落ちちゃうんじゃない？主人公。よく生きてんな。すごいですね。なかなかタフな主人公で。うわ、怖っ。ジェフってさ、基本的に地下で生活してんの？なんか前のジェフのホラーゲームも、確かね、地下だった気がすんのよ。そう。ここは？暗っ。あ、カチンとあるわ。よかったよかった。は
はい。あ、さっきこれ上にもあったよね、このガソリン。飲めるかな？いっぱいあるね。はい。お手紙じゃないんだ。で、これがバームクーヘンがあって、うん。ロッカー入れない。これ何？なんでこんなバームクーヘンあんの？失礼しました。はい。ちょっとエレベーターみたく暴走しすぎだね、僕。ここは何も用がない。この先はまた扉があって、開くね。うん。コーンがあれね。コーンで思い出したけど、日本ってね、コーンが異常に多いよね。そう、これ。海外の方とかもね、言ってたんだけど、そう、なんでここにコーンがあるんだ ?Why Japanese people? みたいな。うん。コーンに限らず、そんなこと結構多くないですか？はい。あ、レバーがある。これどこのレバー？うん。アイテムをさ、手にした後って、なんかこう、出現することがあるのよ。そう、向こう側だからね、ちょっと怖かった。はい。コートがダルダルで、危ないね。あとは、お、シャッターがある。ここのか。はいはい。ここにレバーをつけて、おー、これでいいんだ。はい。うん。主人公がさ、あー、何ここ。コアじゃん。あれ？あ、びっくりした。なんか今、人が倒れてんのかと思った。はい。すごい場所に来ちゃったよ。車どうやって入れたんだろうね。うん。あ、そっち側にもシャッターがあるから、これを、あ、コネクト、あ、できない。うん。バルブ？バルブって書いてあった、今。バルブですね。バルブを持ってきて、ここに、つけて、この、回収するアイテムが受かった途端、報告を出ちゃいましたね。はい。あそこにコネクティングすんのね。ここはジャンプできないか。いけないね。あっちっぽい。行きましょう。この丸いのなんだろうね。給水タンクか？うん。給水？貯水タンクかな。さあ、あれ？いけないわ。ただ、あ、車かな。車はじゃあ探索しましょう。お、ぽいね。ぽくないね。ひょっとしたら先ほどの場所に戻るのか。てかこれ走ったらさ、結構揺れるんで、うん。止まってても主人公の方に視点が揺れるから、結構揺れやすめのホラーゲームかもしれない。はい。揺れやすい方はね、スマホ揺れしやすい方はね、こういうコーンがあると思うんで、このコーンの穴があると思うんで、その中にね、スマホポーンって入れてご視聴すると絶対に言わないと思います。酸欠になるかと思った。一つ目の部屋に、こう、一回目は調べられなかったけど、あそこを確認することによって、フラグ回収して調べられるようになったとかはないね。あ、これか。結構探しちゃった。はい。おー、あった！あれ？あ、取り残されて意味ないじゃんと思ったけどさ、これ、あれか。この扉が入れるようになったってことね。これ大丈夫？急に落ちてきたりしないよね。大丈夫や。さあ、参りましょう。さあ、うーわ、これ来るわ。多分奥っから来そうじゃない？うん。なんか実験されてたのかな、ここ。あそこにもバルブが必要なね。何かあるけども。はい、空いてる場所から行こうか。お邪魔します。もうだいぶ前からお邪魔しますがね。あ、鍵やったぞ。はい。どこ？ん？誰かな？どこの鍵だろうね、これ。はい。昔ながらの PC があって、これ多いな。どんだけガソリン入れんの、ここ。はい、こっちかどうかしら。お、いけるね。はい。いけるけども何もない。でもバルブありそうじゃない？うん。隣の部屋もあったんで、そっち側も確認しましょうか。ここはないね。はい。で、あ、なんかアイテムがありそうな場所があるよ。なんもないよ。どこに行くんだ？はい。全部確認したけどね。見逃してんだろうな。そこも見た。はい。これ手紙じゃないもんね。うん。読めない。あとは。ここに入るためのお部屋があるのかな？どうでしょう。あ、か、え！
ちょっと急にきすぎ、何これ、ちょっと待って急に息入れんだな。はいはい、こういうの得意よ。おら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 ピアノやってる俺をなめんな。よし、さあ行きましょう。これ時間稼ぎじゃないよね。急にドーンもうやめろよ。はい、ではでは、お次はどうすんだ。これ何の鍵手に入れたんだ。これ車かな、車で、あ違うか、車でさこの辺突き破るとか思ったんですが、バルブないもんな。鍵でどこ開けんだ。これ最初なんかあったっけ。あ、こっちや、これだね。うん、出入りだけこれ歩いた方がいいかもね。うん、極力歩きます。ちょっとね、長いところは、こういうところはちょっとだけ走ります。うん、あった、バルブや、バームクーヘンもある。取ってまたあっちに戻ると思うんだけども、こちら側も確認しましょう。あ、なるほど、ここに繋がるんだ。はい、うわっ、こら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 、何してんの、そこ怖え。ジェフってさ、自分で口を切ったのかな、どうなんだろう。相談乗るぜ。うん、鳥貴族行こうかなと。はい、じゃあこれでどういう感情で俺がこの脱出する感じを見てんの。 笑ってるからいいのかな。はい、このバルブを何回も利用すんだね。1/7。うん、そして何見てんね。ジェフ君に会いたいよ。会いに行けるジェフザキラ。さささささささ、あ、物落とした。やつが入ってきたのかな。逃げ、おっと、すごいとする。大丈夫、あ、さっきの落ちてきたのかな。え、はい、あ、オフにしよって。あー、なるほど、これ一回やられてみようか。こっちよ、あ、来たんだやっぱり。ん結構手前でも諦めるね。共に行動できんじゃんこれ。もう一回つけてみようか、さすがにこれやられるよね。あ、やっぱりちょっとかっこよかったね今。こっからかへ、かへ、かへ、少しやられるシーンも見たいなと思いきや、こっからかい、結構前よこれ。圧倒的パワーでジェフを阻止。うん、俺室伏なんじゃないかなっていうぐらいのパワーだね今。よし、オッケー。まあジェフ君が倒してくれる姿が見れたんで、結果オーライでしょう。さあここのバルブをどうも、うん、回して、あっちからも回しまくんだよね多分。さあ行きましょう。なんかこの辺でさ、バリーン行ったよね。うん、バリーンじゃなかった。バクチクシッだった。はい。ここでライトは消す。うん、一応つけて。お、あそこから来るんだ。はいはい。で、バルブを全部これ、回すのかな？はいよ。いいじゃないの。素晴らしいわ。で、おっと、なんで分かってんだよ、お前！嘘。バルブやるときはこれバレんのかな？最悪。帰れ。来んなよ、ちょっと待ってね。よし、早く早く回収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 。ふふふふ。さあ前方確認してから。あぶねえ。足音でバレるってことはないから。よし。はい。どうだ。どっから来る？いき、近い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 。おい！出たよ！はい。先ほどのはやっぱジェフを確認しながら、そう、遠くに行ったかなっていう時にバルブを回さないと多分距離が詰められてやられちゃうんだろうね。はい。じゃあちょっと、再びチャレンジしていきましょう。ちょっとやめてくださいよ。もうちょっとね、手前からセーブしてほしいですが。セーブ機能っていうやつが欲しい。今、ジェフ君は遠くにいらっしゃるんで、これでいいかな？うん。よいしょ。お。逃げよ逃げよ。さっきは見事なまでに当たっちゃったのかな？今あそこにいるんで、じゃあ次はこの遠くから、やっていきましょう。OK？ この音で来るんだろうね、多分。はいよ。はい、取れね。おっと、そっち側にいる。次は、あそこでいいかな？はい、どうだ？あそこにいるね。外した瞬間来るから、うん。でも諦めるね。3秒ぐらい走ってから諦めるから、もっと向こう行ってね。うん。まだ行かない方がいいな。
近づいて自分から当たってもシェフはね、あのさっつってくるんで、よし今だ、いいんじゃない、外す、よし、遠くに来いよ。今回は一個前より長かったな。そう、彼が走るスピードね、スピードというか時間か。はい、 OK、 いいんじゃない、ほらなんか長くなってる、いけるかな、どうだろうね、うん、自問自答してんじゃん、もっと遠く行って、うん、さっさあっち行ってよ、ちょっとずるいってそこはもっと向こう行ってよ。いやー、あと一個なんだけどね。お前それずるいぞ本当に、ステンバイしてる、それかやつをこっち側におびき寄せようか、ほらこっちよ、来たかな、ちょっと近づいて、あ、でも向こう側やった方がいいな、じゃああっちに呼ぼう、今どこにいる、あそこにいるね、あ今チャンス、よし行こう、ゴー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 、いいじゃないの、はい、おっとこれいいの、あどこだ、行った、あもう足音というかなんか音が消えた、あもう大丈夫なんだ、やっほい、さあどうするんだ、はい、やっぱ確認しながらだと簡単だったね、うん、うん、あここでもつくんだね、さておっとこの揺れリアルすぎだろさあ参りましょう、この揺れ感ね、結構揺れやすい方はそう薄めで見た方がいいかも、ちょっと待ってこれ後ろが来てるっぽい、怖い怖い怖い、いない、下っ側かな、それともまだ遠くにいるのかな、ダクトのあっち側、早く逃げよう、右曲がって、まあこのダクトでね移動してるってのは多分ジェフ分かってんじゃねえかな、名前いいよねジェフ、どこっちかな、さあどこに繋がることやら、あにん落ちちゃった、はい、でどこ行くのこれ、フラッシュライトがない、ちょっともうこれいけないんだ、じゃあこっち側かな待ってそれずるいだろ吹いちゃったじゃねえかあ、なるほど、ちょっとアスレチックというかアクション要素があるんだね、早く逃げよう、こっちやってるかな、これ死んだらまたさっきの場所からって言わないよね、あぶねえ、ふう、なるほど、あそこでやってたんだ、よかったマジ今紙一重だってね、怖えよ、なんか今の通路で歩いてくるのすごい怖くない、うん、よく目の前に入り口がありましたが、はい、開いてたもんね、あそこ確認しないでまっすぐ行ってたら俺なんだ、何か来る、あ待ってこれジェフ突き破ってくるかな、あもう終わったドアップだったじゃん今、うん、はい、3年前、うん、最初映ったよねこのシーン、やばっ、何これ、唾液飲む瞬間でこの場面変わっちゃったから、うわ怖っ、持ってるよナイフを、うん、何、あ誰かをやっちまったのか、うん、夢落ちですがこれどういうことだ、今俺たちが操作してたキャラクターのそんなそんな寝込み襲わないでよイアン、うん、ああ左耳元に離されましたね、キュンキュンしちゃうわ、はい、何言ってんでしょうね、終わった終わった、うん、なんか短いながらもいろいろアクション要素があってよかったね、はい、サンキューフォープレイング、こちらこそありがとうございました、あれまだムービーあんじゃん、おお、
何このボリューム、なんか満足いった後のプラスアルファのボリューミー感、最高じゃん。映画でもさ、エンドロールの後になんかこういう映像があると嬉しいもんね。うん、ドントルックアフターに構うなだって今更感だけどねめっちゃ構われた後に言われても、はい、まあでも僕たちはそう思うかもしんないけど、この主人公がね、あの構えに行ってるからな、この兄弟を探すって言ってんでさ、はい、皆さんどう感じましたか。ジェフ・ザ・キラーの他のホラーゲームとかも見たいですかね。はい、見たい方はぜひ高評価で教えてください。コメントとかでもね聞くと、母国語わかる方はね、あのコメント残してください。はい、それではまた次回のところでお会いしましょう。バイバイ。